ブカリドラメは、フランスセーヌサンドニ県、ビルパント出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー。CSL オルネースイコールボアでサッカーをはじめ、パリ・サンジェルマン FC の下部組織に移動した。2005年にトップチームへ昇格し、同年9月11日の RC、ストラスブール戦で、プロデビューを果たした。デビュー年は4試合にとどまり、2年目は降格の危機に、 あったものの、20試合と出場機会を増やし残留に貢献。UEFA カップ2006から07ではベスト16まで進出した。シーズン終了後、ドラメはエリック・アビダルと並び素晴らしい左 SB の一人とみなされ、自身はイングランドプレミアリーグでその力を試すことを望んでいた。2007年8月、7月の PSG からの 契約延長オファーを断り、同カテゴリーの FC 訴訟に4年契約で移籍したが、デビュー戦のフルス PSG 戦で足首に深刻な負傷をしたため、1年目の出場機会は限られた。2008年9月1日、シーズン終了までの期間で、スペイン2部のレアルソシエダへ貸し出された。2から1で勝利したジムナスティックタラゴナ戦でデビューし、これが、 シーズン唯一の出場試合となった。2009年にバーミンガムシティ FC のトライアルへ参加し、プレミアリーグでプレーすることを望むも、契約を勝ち取ることはできなかった。レンタル復帰後は23試合、26試合と主力としてプレーする中で2010から11シーズンの1月に膝の手術のため数週間離脱した。シーズン終了後に契約満了したため、 クラブは契約延長を提示したものの年俸が折り合わず対談が決定。フリーエージェントのみとなったドラメにベシクタシュ JK、トラブゾンスポル、US レッチェ、VFB シュトットガルトなど様々なクラブから関心を寄せられ2011年6月に入荷するユナイテッド FC7 月にフットボールリーグチャンピオンシップの ノッティンガムフォレスト FC といったイングランドのクラブへの移籍の噂が立ち、8月にはリーズユナイテッド AFC のトライアルに参加していることが報じられたが、同月23日にイタリアセリエへのキエ映ボ、ベローナへ加入した。2005年、マリセンでセネガル代表デビュー。2006年のアフリカネーションズカップのメンバーにも選出された。ドラムターゲットイングリッシュスイッチ。 ララマシールズズ、スイイイッッチ、ドドムセトサンブルーンブブルル、ブーーズカリードラム、オントライアルフォー、バーミンガムシティレフト、バックポジション、ソショーディフェンダーブーカリードラムサイドラインド、ホォーシックスウィークスウィズニーインジュリー、ブーカリードラマアンコール、プラスプロシデロリアン、インフォ FM、L、エトノントシチュエーションでブーカリードラマオフィシャル、ブーカリードラマジョインズチーボバーナ、 ありがとうございます。